春の訪れを告げる野焼き、今月9日、岐阜田でも行われましたボランティアの参加者が作業の様子を撮影していると突然動物が現れました山の中から慌てて出てきたのは体長わずか5センチ、カヤネズミです道路から飛び出してきた時に本当にびっくりしたっていう感じですまさか自分の足に登ってくるとはっていう驚きがありました でその後撮影したのは環境保全活動に取り組む富山雄太さんですカヤネズミは県の準絶滅危惧種に登録されている動物で普段は草原や水田に生息しめったに人の前に姿を見せません何もしなかったらあの森になっちゃうわけですよねで森になると要はカヤとか生えなくて結局カヤネズミを住めなくなってしまう生物多様性を守っていくためにもやっぱり うまく野焼きとかが行えるような、まあ、世の中とか、まあ、社会とかになっていくといいくとな人懐っこさも見せながら5分ほど富山さんと触れ合った後カヤネズミは野焼きを終えた山へ帰っていったそうです。